これはですね、壱岐の島サザエカレーと、それは対馬海岸の海流の、温流と日本海流のその流がぶつかる壱岐島の海流は玄海灘の荒波に揉まれた海産が豊かな、海藻です。その豊かな海藻で身が太ったサザエが育ちます。サザエ専門会社として、取った経験を生かし、網場、海流、鮮度の高めの目利きを目利きで選択し、丁寧に裏干した綿を数種類の、スパイスと共にカレールーにブレンドした歯ごたえに十分に仕上げた大人のカレーということですね。ここにあるみたいですね。その島で作られたサザエカレーというものですね。まあ、いすみ市というところにもね、こうと似たようなサザエを使ったカレーというのがありましたけども、こんな感じですね。ではね、食べてみたいと思います。うん、確かに鮭が、うん、たっぷり入ってきた感じだね。こんな風になってて、うん、あの黒いのが鮭ですよ。うん、確かにコリコリとした、うん、届いて、うん、飲んでますね。で、結構ね、コリコリと、うん、サザエのバター意外と合うね。うん、なんかそんなに、なんていうの、甘いのかなって言ってそうでもなくて辛いんだけど、サザエってこんなにコリコリしてるんだね。なんかお肉とかはいかないけど、でもまあ海のお肉といっても過言じゃねえかなっていうぐらいですね。でこうプリプリとした、食感と食べ応えがなかなかそろいね。いい味がね、引き立たせるなという感じで、サザエって結構海の中の深いところにいるんだよね。だからそれを取らなきゃいけないから、海女さんとかは大変だなと思うんだけど。
まあなかなか結構このコリコリとしたのが意外とカレーに合うっていう、びっくり、びっくりですけどね。なかなかビシビシの素材とあんまり変わんないぐらい、うん、結構いいな。うん、ただ値段的にはやっぱりちょっと、しゃあないので600円ちょっとぐらいかな。少し値は張るけど、でもこの連休のね、大型の日中に、まあ買って食べていただけるといいかなというくらいで、結構美味しい味わいだなと思いましたね。どうもありがとうございました。